由々しき事態だ。くもりさ、ひろむです。ということで、今回ですね、実はですよ、まあ言ってなかったですけども、実はなんと6月からですね、引っ越しの話を進めてまして。そうだろうお前、まあ、知ってんだろうお前バカ野郎。知ってましたよ何ヶ月もね。実はね、そう、実は6月の下旬間ぐらいなんですけども、進めてまして、ましてね、ましてここまでいいんだけども、 YouTuber だからっていうのももちろんあると思うし、まあ、あるし、これに関してはやっぱこう、あの、聞いてほしい、言いたい、こうやっぱ言わないとさ、ね、我慢できないからさ、僕俺思うんだけど、ヒロムが審査通らない理由に、めちゃめちゃレベルの高いとこを目指そうとしてる。まあそれはまあインテリア YouTuber だからね、まあそこはこだわりたい、まあめっちゃこだわってるから、まあ安いね賃料のところだったら、まあ難なくいけるんだろうけども、次引っ越す時はまあいいとこに住みたいということで、まあインテリア YouTuber ってね、これ言ってますけども、考え方はヒカキンさんと一緒だよね。そう、まあそういうところが、あの、好きなので、そう、やっぱずっとね、いる場所だからいいところに住みたいっていうのもあるし、そこに、あの、お金をかけたいっていうね、あの、考えなんですよ。で、その安い賃料だったら、まあいいんだけど、まあさっき言ったようにいいんだけども、なかなかね、こう探すのもすごい、自分でね、こう毎日こう探してるような、ほんとそれぐらいで、ここがいいところがあったんですよ。で、そこを、もらうために不動産会社に、お願いしに行きました。まあ、あんまね、詳しいとこ言うとね、分かっちゃうからあれですけど、すごい条件も良くて、仲介手数料無料とかで、それすごいでかくて。ないもんね。で、そこでちょっとやってもらおうと思って、そこの不動産が怪しいとかでは全くないですよ。すごい、よくしていただきました。まあ何がね、ダメだったかって、まあこの YouTuber さんにもすごい言いたいんですけど、気をつけてくださいっていうね。やっぱ審査なんですよね。やっとね、貯金がこう、少しずつでき始めて、今回ね、引っ越そうというふうに決めてたんですけども、問題はお金ではなくてですね、その若さっていう面で、まあ21歳で、当時ね、6月で、今まあ22歳でっていうので、でそこの不動産はね、そこの僕が引っ越そうとしてたマンションに、他の方でも若い人がいて、すごいね、やっぱそのごたついてっていうか、すごいダラダラ長い期間やって、まあやっとその人は審査通って行ったっていう話も聞いてて、やっぱ若いっていうのは不利。どうしても審査会社からすると安定的なものが欲しいっていうので、結構公的なものを求められるんですよね。公式的な書面でね、源泉徴収票とか、まあその課税証明書とか、そういうのくださいよって言った時に、まあ去年のやつを見せるわけですよっていうね、まあそういう問題もあったんですけども、まあ22歳の若さっていうのもまあ問題であったりとかで、そうだね、だって学生だもんね、年齢したにしたら、まあまあまあそうだね、大学4年生の年ですからね、まあそういうのがありました実際で。審査会社が2個ありました。で最初1つ僕受けたんですよ。審査してる途中で、もう1つのところも受けておきましょうと。もう1つの方が実際審査が通りやすい、ちょっと緩いとこだから、そっちも受けていこう、それ並行していこうっていうことで、ちょっと緩い方でね、一緒に私書類をね提出して、2つとも進行しました。で週明けに、結果が来ましてと、まあ、残念ながら、審査通りませんでした。っていうのも、最初の厳しい方だったらよかったんだけども、2番目のこれも受けときましょうと言われた方の、ちょっと緩い方のね審査会社を折っちゃったんですよね。あれ、これも無理なのかなと思ったんだけども、よくしてくれてるね、その不動産会社の方が、当初2つだったんだけども、なんでちょっと面倒くさい話になってくるんだけど、その、管理会社の、方で、話し合って、もうちょっと緩い、審査会社がどうやらあると。で、そこの承諾が得れば特別に、OK 出してくれますよっていうね、やっぱその不動産とかもさ、借りてほしいわけだから。っていう風に話を持ち出してくれたんです。あ、マジですかと思って。ありがとう。そしたらぜひ、そういう風にお願いします。っていう風にしたんですよ。そこのマンションね、ペットも OK で、うちに、ね、猫ちゃんいるからペットも良くて、すごい条件も良くて、広い部屋で、ほんとそこに僕は住みたかったわけですよ。今の、一番の欠点は狭いっていうことですからね。なので広い、家に引っ越したくてっていうので、そういう風にしてて、3つ目。なんと3つ目にして、審査通りました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ほんとね、そこまで良かったんですよ。じゃあ、あとは、どうなるかっていうと、審査通りましたら、そのマンションのオーナーさんって言いますよね。オーナーさんに、承諾が出れば、じゃあもうあとは OK ですよ、契約ですよっていう風になるんですよね。待つだけやったよな。そう、待つだけだった。で、つい先日、電話がね、
電話があって、一本かかってきました。一本電話かかってきまして、トゥルルル、まあその電話は不動産のね、よくしてくれてる方からだったんですけど、不動産ではね、管理会社が、まあその YouTube とかもね、全部行ってありますから、YouTuber とか行ってありますから、動画を見て、猫が出てるのを見たそうで。あ、そうなんだ。うん。猫ちゃん出てるけど、大丈夫なの?みたいな電話がね、かかってきたらしくて、それって、まあ僕の、名前って、姉さん、大丈夫ですかって言われて、え?みたいな。ペット飼って、書いてありましたよねみたいな、え、どういうことだっていう風になったわけですよ。もうそのもうほんと契約寸前の時ですよ。え、みたいな、ペットカって書いてありますよね。で、実は、ワンちゃんはいいけど猫ちゃんはダメです。バー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 不動産並みにね、普段、まあまあまあ、そんなことはないけどね、結構知識はある方だと思うんですよ、普通の人より。家に関してはね、うん、そこの知識は僕になくて、まあ今の時代、ワンちゃんより猫ちゃん飼ってる人の方がね、多いっていう統計があるんですけど、ペット飼ってからだったら、猫と犬っていうイメージでしょ。まあフェレットとかさ、ウサギとかさ、いろいろいると思うけどさ、チャチャ。ねえ、チャッチ。チャチャ、なんか言ったれ。どう?なんか言ったれ、チャチャ。ダメって言われて、ふざけるな。ああ、そうで、そうなんですか、みたいな感じになってさ、じゃあもう、しょうがないですよね、みたいな感じになって。長く続いたこの闘争は、そうですよ。あっけなくここで幕締めと。そうですよ。いや、もうちょっと話したかったから話したわ。うん、ちょっとスッキリしたわ、ちょっと。まあ、チャチャもマロも怒とるよ、これ。まあ、僕の知識不足で、こういうことになっていたと、実は、ね。うん、なっていたと、今絶賛探し中ですので、ね、また引っ越しましたっていう動画を出すと思います。その時はぜひ、またね、楽しみにしていてください。